どういうことかしら。どちらのメンバーも闇討ちに遭っているなんて。どちらかが嘘をついている、そういうわけでもなさそうですね。どうしたの？まさかさっきの怠慢でどこかやられちまったか。ああ、いや、向こうも手加減してたし大したことはないさ。ただ少し妙だと思ってね。妙ですか？ああ、どちらも5日前の夜、違う場所で同時に襲われている。お互いが偶然相手のメンバーを闇討ちするつもりだったとしても、同時にそれだけの人数が動いてたらお互いに気づかないってことがあるか。確かにそうだな。戦闘のプロ同士でもない限り普通なら考えられない状況だぜ。ではどちらかが先にやられて、その報復のため動いたというのは。うん、それもおかしいわ。当然先に闇討ちした方は相手の報復を警戒するはず。なのにどちらのメンバーもあっけなく不意をつかれている。そういうことよね、ロイド。ああ、この事件何かがおかしい。必要なパズルのピースが欠けてしまっているみたいな。お困りのようね。あなたはクロスベルタイムズの。ハロハロ、また会っちゃったわね。おっと、いい構図。肖像権侵害です。いやー、職業柄いい絵が撮れそうだと反射的にやっちゃうのよね。まあ記事の写真に使うかもしれないんだし、ケチケチしないでほしいな。あのですね、なんだか面白い記事を書かれたみたいですけど、またそんな記事を書いて笑い物にするつもりですか？おかげであの記事結構評判みたいでね。それよりもなんだか今度は面白いネタに絡んでるみたいね。ちょっとお姉さんの取材に協力してくれないかしら。この前の記事のお礼としてお姉さんがおごってあげるからさ。捜査中の情報を部外者に簡単に漏らせるわけないでしょ。それもマスコミの人間なんかに。もう釣れないな。せっかく美味しい東方料理をご馳走してあげるのに。デザートとして欠けたパズルのピースもね。なるほど、情報交換ってことか。その気があるなら東通りに出たところにあるユーロ飯店にいらっしゃい。お姉さん先に一人で飲んで待っててあげるから。あ、そうそう、まだ名乗ってなかったわね。クロスベルタイムズの記者グレイス・リーの。グレイスお姉さんって呼んでね。グレイス・リー、クロスベルタイムズの記者か。うさんくさそうな姉さんだが、いろいろと情報は持ってそうだな。ここは誘いに乗ってみるか。ごちそうになるかはともかく、話を聞くだけは聞いてみよう。本部が当てにならない以上、少しでも多く情報が欲しいところだ。そうね、記者なら情報通でしょうし、ただ話しすぎないようこちらも気をつけておかないと。同感です。気を抜いたらどこまでもズーズーしくしてくるタイプかと。散々な言われようだな。座って、お姉さんがご馳走してあげるから。それなんですけど、
食事は遠慮しておきますよ。代わりに話を聞かせてください。何よ、いいじゃない。それとも何、僕たちは警察の偉い人みたいに賄賂は受け取らないぞってこと？な、うん、俺は別に、おごってくれるなら喜んで。私も別に、貸しを作るのでなければ。まあそうね、常識の範囲内なら問題はないと思うけど。潔癖症なのはロイド君だけみたいね。固いばっかりだと捜査官として大成しないぞ。わかりましたよ。ただし酒はなし。それならご馳走になります。おいしい。かなり腕の立つコックがいるみたいね。なかなか美味です。しかしこんなうまい料理に酒がないなんてありえねえぜ。なあロイド、せっかくのおごりだしちょっとくらいいいだろう。ダメだって、こっちは仕事中なんだから、どこかでけじめはつけないと。はいはい、たく、うちのリーダーは固いね。ランディさんが柔らかすぎるのではないかと。そうね、さすがに仕事中にお酒はどうかと思うわ。面白いわね、あなたたち。点でバラバラな顔ぶれなのに、どこかまとまってるっていうか、なかなかいいチームみたいね。褒めても何も出ませんよ。それより、旧市街での事件に関しては、さっき一通り話した通りです。あなたが持っている欠けたパズルのピース、そろそろ話してくれませんか？もし嫌だって言ったら？グレイスさんのことを今後一切信用しないだけです。お話をする機会も今日で最後になるでしょうね。嘘嘘、本気にしちゃやーよ。でもその毅然としたところは結構いいわね。優しげなマスクとのギャップがなかなかそそるっていうか。さてみんな、そろそろ捜査に戻ろうか。え、そうね。ふう、ごちそうさまです。ああ冗談だってば。パズルのピースでしょ、ちゃんと話してあげるから。はあ、まず前提として、あなたたちルバーチェって知ってる？な、その名前は。なんだ二人とも、豆鉄砲食らったような顔をして。ルバーチェ商会、クロスベル市で認可された法人にそんな名前があったような。表向きは認可された法人を名乗ってるわ。だけどその実態は、昔からクロスベルの裏社会を支配しているマフィアよ。マフィア、犯罪組織というわけですか。なるほど、そういうのがいるって噂は聞いたことはあるが、ロイドとお嬢は知ってたみたいだな。ああ、クロスベルに住んでいたら嫌でも耳にする名前だからな。いろいろなコネクションを持っている組織みたいね。有力者とのつながりもあるから警察も簡単に手が出せないって聞いたことがあるけど。なるほど、裏社会はどこの国も同じか。そのルバーチェがどうかしたんですか？うん、それなんだけどね、最近ルバーチェの構成員が妙な動きを見せてるらしいのよ。どこか忙しそうっていうか、積極的に動いているっていうか。それで私も暇を見ていろいろ調べているんだけど。マフィアが忙しそうに動いている、どう考えてもいい予兆ではなさそうですね。あなたが旧市街に来ていたのも、もしかしてそれと関係が。そういうこと、ある筋から聞いたんだけど、半月ほど前マフィアの構成員が旧市街をうろついていたらしくてね。しかも人目を避けるように質素な格好をしていたらしいのよ。何かあると思わないかしら。匂うな。なあ、プンプンする。二つの不良グループが同時に起こすのは難しいと思われていた二件の闇討ち、そこに新たな第三の容疑者が現れたわけね。
でもおかしいです。なぜマフィア組織が不良グループのメンバーをわざわざ闇討ちに？なあ、問題はそこだ。何らかの敵対関係があるなら話は単純なんだけど。私の知る限りそういったいざこざは今までなかったんだけどね。同じ暴力的なところはあっても、マフィアはプロだし、不良たちは所詮アマチュア。利害が絡むわけでもないから、対立する接点がないのよね。じゃあどちらかのグループが相手を潰すためにマフィアと手を組んだってのはどうだ？その場合、自分とこの闇討ちは偽装ってことになるだろうが。そこまでやるかしら。ああ、少なくともあのワジとバルドの二人にそこまでの険悪さはなかったな。どちらかというと、なんとなくお互いを認め合ってるような。あら、鋭いじゃない。私の知る限り、あのバルド君とワジ君はいい喧嘩相手って感じなのよね。もともとあの旧市街にいたのはバルド君のサーベルバイパーだけだったんだけど、そこに2年くらい前、あのワジ君がふらりと現れてテスタメンツを結成したのよ。当然バルド君たちに絡まれて締め上げられそうになったんだけど。ひょっとして返り討ち？そうそう、そうなのよ。ワジ君ああ見えて格闘術をやってるみたいでね、目にも止まらぬパンチとキックで油断してたバルド君を叩きのめしちゃったらしいの。あら、意外です。はあ、あんな可愛い顔してそんなに強かったのかよ。あのバルドも相当なものだったけど。まあ最初は油断しただけで、その後は何度かやり合ってほぼ互角の勝負みたいだけどね。でもそういう経緯があるからお互い認め合っているみたいよ。なるほど、ライバルというわけですね。となるとマフィアを利用して相手を潰そうって線はなしか。そうだな。二人とも人望は厚そうだから手下の暴走じゃなさそうだし。そうなると私としたことがサービスしすぎちゃったかな。え、他の取材があるからこれで失礼させてもらうわ。まあせいぜい頑張っていい記事を書かせてちょうだい。それじゃまたね。我が道を行くって感じの人ね。でも彼女のおかげでかなり情報が揃ってきたわ。ああ、マフィアの話が聞けたのはかなり大きな収穫だった。問題はどうしてマフィアが旧市街に介入してるのかだけど、これは難しいな。判断できる情報が少なすぎる。警察のデータベースでも見た覚えはありません。セキュリティの高い場所に隠されてるみたいですね。いわゆる機密情報ってやつか。彼らを取り巻く関係を考えるとその可能性は高そうね。一度支援課に戻ってセルゲイ課長の判断を仰ごう。なんとか自力で解決したかったけど、そうも言ってられないみたいだ。そうね。そんじゃとっとと戻っておっさんを捕まえるとすっか。